まずはじめに、子ども議会の開催につきましてご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。8月2日火曜日に深谷市議会本会議場において子ども議会を開催いたします。今年は25回目の開催となり、延べ参加児童生徒数は今回で1000人を超えます。これは県内40市で最も多い参加者数です。この子ども議会は子どもたちに議会制民主主義の場を体験してもらうことにより、市政への関心を深めてもらうとともに、子どもたちの純粋な意見や提案を聞き取り、まちづくりの参考とするために実施するものであります。小学生の部は午前9時30分から、中学生の部は午後2時から実施いたします。小学生の部は市内19校から選出された6年生19名、中学生の部は公立中学校10校から選出された3年生20名のほか、東京成徳大学深谷中学校の3年生2名にも参加していただき、計22名が市政に対する質問を行います。質問内容につきましては、深谷市の地震や災害対策などの共同行財政に関する分野が最も多く提出されているほか、2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピックについての提案や、質問も多くいただいております。当日は選出された子どもが議長となって議会を進行し、子どもたちの質問に対しまして市長である私をはじめ各担当部長が回答いたします。なお1000人目の質問者にはサプライズで市イメージキャラクターふっかちゃんのぬいぐるみをプレゼントいたします。記者の皆さんにも子どもたちがしっかりと意見を述べ質問をする様子をご覧いただければと思っております。よろしくお願いします。次にふっかちゃんを使用した関連商品の売上額につきましてご説明いたします。資料の5ページをご覧ください。市では6月から7月にかけてふっかちゃんのデザインを使用し関連商品を販売している事業者310社を対象に平成27年度中の売上額調査を実施いたしました。その結果7月25日までに回答があった事業者の売上額を集計したところ、平成27年度中の売上額が43億1631万2864円となりました。なお調査への回答率は約 50% です。またふっかちゃんのデザインを使用している事業者へふっかちゃん子ども福祉基金への寄付をお願いしておりますけれども、平成27年度は54の事業者から合わせて191万3692円の寄付金をいただきました。今回いただいた寄付金につきましては、深谷市が行う事業で現行制度では救済できない子どもを支援する事業、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子どもを支援する事業などに活用させていただきます。次にコネギジェット号の広告主決定につきましてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。深谷市初の取り組みとして新たな財源の確保と地域経済の活性化を目的にラッピングカーコネギジェット号へ広告掲載を希望する広告主の募集をいたしました。その結果募集した6箇所すべての広告枠が埋まり、平成28年度の広告主が決定いたしました。資料の7ページをご覧ください。平成28年度の広告主は資料のとおり5社に決定いたしました。広告掲載期間は平成28年8月1日から平成29年3月31日の8ヶ月です。収入は8ヶ月間で34万4千円を見込んでおります。なお平成29年度の募集は平成29年2月に行います。これからも深谷市では新たな財源の確保と地域経済の活性化のためにこうした取り組みを考え行ってまいりたいと考えております。次にサマートライアルカレッジ in 大東文化大学につきましてご説明いたします。資料の8ページをご覧ください。本事業では市内中学生が夏休み期間中に
大東文化大学東松山キャンパスへ行き、大学の部活動の練習に参加します。部活動では大東文化大学の協力のもと、普段の大学での練習を中学生でもできるようアレンジしていただき、施設は大東文化大学東松山キャンパスのグラウンドや体育館を使用します。また簡単な大学施設の見学も予定しております。8月9日にはラグビー部、22日にはバレー部に対応していただきます。部活動の時間は午前9時から11時30分までです。この授業を通して中学生が普段体験できないような高い競技レベル、充実した施設に触れることで競技力や競技に対する意欲の向上を図ってまいります。次に第22回深谷花火大会につきましてご説明いたします。資料の9ページをご覧ください。深谷の夏の恒例行事である深谷花火大会を8月7日日曜日午後7時から9時まで荒川の河川敷で開催いたします。打ち上げ会場は上松橋付近で、川本総合支所南の河川敷となります。花火の提供者数は117件で、合計97プログラムの花火が真夏の夜空を飾ります。スターマインの華やかさや尺玉の迫力を身近に感じることができる花火大会として好評いただいており、市外からも多くの方がいらっしゃいます。ちなみに今回私個人的にハニポンと本庄市長を招待しました。皆様のお越しをお待ちしております。以上でございます。